総額およそ96兆円と過去最大の2014年度予算が、戦後3番目の速さで成立しましまた今回の予算の早期成立は、国権の最高機関である国会としてのデフレ脱却に向けた強い意志を内外に示していただいたものと考えております。 安倍総理はスピード成立に協力した野党にも感謝を示す余裕を見せましたその上で先月成立した2013年度補正予算については9月までに実施済みになるように前倒しするほか今回成立した本予算も目標を定めて早期に執行する方針を表明しましたまた春闘でベースアップを回答する企業が相次いでいることに自信を見せました連合によりますと 先週時点の集計では平均で6500円近く月中が増えるまさに賃上げの風が吹き始めたと言えると思います。